はい、こんにちは。こんにちは。ちは今日はね、はい、なんか占いの先生、はい、来てもらって、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。占ってもらおうと、はい、みんなのこと。普段は心斎橋の川柳館ってとこで、うんうん、どういう占いなんですか。その種族みたいな、キャロットなんちゃらとかあるじゃないですか。はい、僕、まあ、一応全部できます。生命判断、赤ちゃんが生まれたら名前つけてください。で、まあ、地中水命。はい、ということで、今日ね、ちょっと占ってもらうから、はい、うん、それでも事前にやってもらってて、はい、まあ、ここから言ってもらうわけ。はい、主君さんからやりますか。あ、そうですね、ここから。おお、楽しみや。いくよ、はい。この人についていこうっていう周囲があって、初めて自分が光る。おお、はいはいはい。北斗の拳で言う、はい、ラオめっちゃ分かる。なんで分かんない。自分の城を持ってます。あー、なるほど。で、絶対主義。あーあーになるほど。めっちゃ嫌やわ。めっちゃ嫌。チート級の強い手札をいかに持つか。あー、これはどういった、まあ、強い人で固めたりする。あ、僕が、僕が強い人だけでこう固めていきたい。そう、ザ怖いな。そう、あ、合ってるっす。なんか、マジだってる。実力だけじゃなくても、その喋るのとか、そういうのも含めてるんですよね。そういう格、格に対して結構うるさい。あ、格に対してうるさい。嫌なやつやな。もう一個ちょっと下品なやつあります。お金を集める。でもそれが一番の才能。あ、僕が、そうですよね。そうなんですよ。6年かけて何を達成するに人生かかってる。2025年か2030年のこの6年間で、何を達成するかにこの人生変わってくるんですよ。お、今年からこの6年間で何かを達成すれば人生が変わる。あ、なるほど。変えていこうかな、まず。天気が、はい、2022年の2月から始まってます。今から2年前の春です。そこから始まってる。そこが12年運の一番最初です。俺金髪な時やん。おお、2年前からな、はい、金髪な時です。つまりずっと暗いから、で、努力してるのをなるべく隠したい。いやー、そう、はい、ほんま、あんまり出さないですね。もう知らないわ。同期がいない、同じ世代、同年代は相性が悪い。どう？ああ、おい、主婦さんの2、3歳前後、はい、が強い。まあ、毎回ライバル、あ、うん、まあ、敵対する。あ、なるほど。まあ、けどチームでもやっぱ1個下とかじゃないですか、ヒーアンですが。なるほど。で、仕事は女性の敵になりやすい。まあ、女性からあまり縁がなくて男ばっかり集まってる。ああ、なるほど。女性がいらないんですよ。あ、モテないですか。モテないというか仕事仲間ではない。ああ、プライベートではまた別やけど、まあ、男性が集まることですよ。いやけど仕事では、仕事では、せいかも女性やったとしてもゴリラみたいな。仲良くなる女性はゴリラみたいな根性の女性、ただし美人に限る。ブスは嫌い。ああ、いや、そうやわ、はい、根性ない女の子嫌いもんだから、はい、男性メインで行くしかない。男性に死ぬほど好かれる。ラオウ帝国に雑魚キャラが集まるように暴力天国に行きたい。雑魚キャラ大好き。めっちゃ印象悪くない？いやいや、いいっすか。いや、いいと思う。ほんまっすか。それが個性なの。ああ、あと、まあ、めっちゃあんねんけど、一番書きました。一番はお金を集めてほしいです。あ、僕ですか。もっと集めていいですか。そうです。で、もう一回はドジャースとかジャイアンツみたいにもうスカウトして。ああ、人を、人を、へえ、人もっとスカウトした方がいいです。そうですね。いっぱい集まれば集まるほど僕にお金が集まってくるんですか。で、その中で競わせる感じ。ああ、なるほどなるほど。やってるよ。やってます。一応な。僕いきます。はいよ。読んでみたいですね、うん、勝つか負けるか、勝つことしか考えてない戦闘狂。あ、なるほど。負けると考えてない。はい、うん、なるほどな。で、負けると悔しすぎて泣く。ああ、そう。こいつと自分恋愛は俺様主義、相手のことを考えない、相手より自分の気持ち優先。なんか寄ってきてないね。聞いてなかった。
大きくんなの。まあでも戦う人なんで、ね、はい、いいですか。戦闘民族もう戦うしかないです。わー、戦ってなんかかっこいい。いつも冷静、俯瞰して、あーそうなんだっていう感じらしいです。あー確かに。ほんま、いつも一線を越えていきたい。一線越えていきたいとか、だからなんか限界を超えたい。あー超えたいです。あー超えたい、高み目指してます。いやいやいや、ほんまに最大事、聞いたことないけど同年代は全て敵俺より悪いやん俺相性悪いやん敵なってるやん。お前、いやちょっとけどライバル視は、あまあまあそうよな、はい、そうな。お二人の推しってなんか上下関係で成り立つ推しなんですよ。ああ、だから一番年上か年下か。ああ、あこれ同級生やったらバチバチやったんですか。そうです。うわー、下がってる。いやいや、多分違う。ここ3年が勝負、特に2026年。そうですね、26年。明日ちゃん、いやいやいや、タイムマシン再来年、再来年、何したいですか、順番。いやもう1番になるか、1番になりたい星なんで、はい、1番にならんかったらまた星です。あー、1番、1番かそれ以外かどうなんだよ何を目標にしていますかと問いかけられている。そう、そう、今、何。あー、僕が。そうです。あ、なるほどな。全日本出場、社会人出場、卓球のコーチでもう一番稼ぐ。あ、一番稼ぐな。終わり、そんなもん。大金持ち。後ろ作る。後ろってくんやろ。まあ、こっち行こうか、座るか。座っちゃって。うわぁ、ちょっと寄ってるな。寄ってるな。いきます、はいよ。命じられたら何でもやる鉄砲玉で合ってるやん。でずっとヒットマンとして生きていきたい。ああなるほどな。突撃隊長。ああなるほどな。一番先鋒みたいな、精神少しいってる。いってる、いってる。まあおかしいっすか。まっすぐなんで、うん、だからここここほっといてって言ったらなんかもう、あーあー、パワーそうなんですよ。わかるわ。パワーそうなんですよ。自衛隊とかめちゃ多いです。ああ、そうかも。絶対何やるんだよ。兵隊絶対何やるんだよ。警察官かんない。警察官とか。なるほどね。性癖が特殊かもしれない。シュプさんとはこれ、杯、杯を交わしている。こっそりいつの間に。シコさんのなんかちょっと分身みたいな感じ。なんかちょっとあの弟分っていうか、コラボ。コラボ。コラボ。いらんねんけど。全然ねんけど。今の自分の実力でコセライトを探してる。おらんやろ。そんなやつ。いじられて伸びるらしいです。ああ、じゃあいいやん。いいポジション。No。 はい、真面目で、努力系、うん、ね、それは成功するんですかね、その努力って実るんですかね。あ、でも命じられ、命じる人がいないとダメ。あ、僕は命じて、お前さずっとやっとけ。ずっとやっとけ。ずっとやっとけ。で、俺分身やもんな。分身ってことは、俺の言うことは絶対やからね。絶対主義で言ってるっすもん。でもずっとやっとけ。でもすごいことです。あ、すごいか、僕。マジっすか。生まれた時間がすごい。いや、そう、深夜、朝方ってことです。で、あの時間帯で大体 30-40% はちょっとガラッと変わる。で、最後、1日、毎日30キロ走ってやっと満足するらしいです。あー、ちょっと M 気質っすよね、全体的に。じゃあ、パック行く。パック、うん、座ります。いいよ。はい、いいよ。じゃあ1個目からいきます、はい。結婚出てる。2027年まで結婚して家庭を持つとか書いてます。あー、でも合ってるっちゃ合ってるな。なるほど。プライベートがまずなんか仕事よりも上優先。うん、まあ、そうや、はい、そう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 、それがもう思いっきり出てます。へえ。2027年、まあ、2029年までは、まあ、両立、結婚してたら、はいはいはい、子供はもっといっぱい欲しいとか。うわ、おお、な
るほど。続いて子供が欲しい。ああ、そうそう。続きまして、家族が欲しい。寂しいか。ほんまに。寂しいやろ。俺ら帰ってせえへん。守るために戦う人です。ああ、パパやな。なるほどな。まあでも男から見たらダサい。まあ女の子からしたら嬉しい。最高。男からしたら、こいつ守っちゃうやん。そう。2021年で実は燃え尽きている。今はとりあえず卓球続けよう。ああ。2000何年で燃え尽きてるんだよ。21年。ここで一回区切りがあった感じです。ああ、なるほどね。全然区切ってないんですよ。まあまあ、でも、まあ、そう、そういう占いって絶対やった。占い絶対やった。ガチの練習風景は見せたくない。ああ、タクはそうだな。わかるわ、うん、タクはそう。陰でずっと努力している。あ、うん、いや、せずしてたらこんな感じますよ。師匠がいる方が伸びる。あ、死ぬほど強い人、できれば現役がいい。あ、師匠いなかったら探した方がいい。あ、大丈夫ですよ、大丈夫。いやー、今現状で言うのが一番悪い。これ家庭か金か。逆転に弱い、諦めてしまう。ああ、だってそうだよ。まあ、この中で相性悪いの誰ですか。いやいや、いないです。あ、いなかったですか。みんな相性いい。みんな良かった。びっくりするほど仲いいですよ、僕ら。一応その占い上で。いや、もう仲いいです。絶対に言うてる。一応って言うてる。いや、すごいなと思う。誰が一番相性いいですか。誰と誰が。あ、確かに。ベストカップルね。はい。ベストカップル人。いや、強い人が好きなんで。僕ですか。そう。はい。でも強い人しかもうあかんみたいな感じ。僕ですか。まず強いっていうのがあって性格です。見た目から入って中身知っていくみたいな。そうそう。ですよね。正解です。だから、ね、人やっても弱かったら。うん、みたいな。ああ、めっちゃ当たる、めっちゃ当たる。自分を倒してくれる人とかがもう一番大事だ。うん、ああ、そうやわ。自分より強い人はめっちゃ仲良い感じでおるし。そうやわね。俺より弱いってありえへんな。だから聞いていくもん。うん、そうだ。だからもう本当実力主義の中で生きてる人。ああ、じゃあ相性悪い。相性悪い。どれだけなんか根性じゃないですか。いつも言ってるやん、根性で。根性で負ける姿を見せるしかないです。負けて負けて強くなるしかないです。僕でも一番祝さんに一番アドバイスしたいのは、新庄監督がなんか雇われて今なんかやってるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じをやってほしいです。あー、 T リーグ監督、まあ、一番向いてくるね。グリーンズさんみんな見て、僕は偉いなって思ったのは、女性関係で絶対揉めないんですよ。うん、なんかこう、そういうのは全くないんですよ。ですよね。いや、出えへんね、俺ら。あるかもしれなくて。これ言ったら興味ないんですよ。あ、僕らが。言ったら、女性と遊ぶよりも、とりあえずなんか、試合に勝ちたい。そうだ、そうやな。出えへんね、友達。遊ぶし。これも見てるのがこう男性だと、視聴者の男性がまた集まる。あ、誰が一番モテで誰が一番モテへんか、これ聞きたいよ。モテるとか書いてないですか。ない、だから女がいないんですよ。そのステージにもいてたら多分ここにも女性います。あ、チーム内恋愛とかで崩壊していくとかあるじゃないですか、はいはい、もうそういうのは全くないんですよ。ああ、そうなんや。それは僕はすごい硬派でいいなと思って。ああ、いいっすよね。めっちゃ上がったよ俺な。はい、めっちゃ上がった。言ったらむしろ邪魔みたいな。ああ、そうなんですよ。チームだから男しか登れない山に。あ、そうなんですよ。女なんてやらないっすよ。外で見てる。ああ、はいはい、多分そこはファンいるんですけど、でもそこもあんまりこう交流しない。ああ、
個人的にいいですか。今就活中なんです、転職活動めっちゃいいっすよ。マジマジで、あの向いてるやつって何なんだろう。あ、自分のあれに向いてる仕事、職種、職種、あ、管理の仕事っすね。おー、ほっこり系、ほっこり系、優しいの仕事にする仕事です。優しさの仕事、保育士さんとかそういう感じですか。はい、僕は、あの、ペットの世話です。あ、今変われるぐらいだけど医療系多いですよね。あー、なるほど、医療系か、少し医療福祉、はい、僕どうしたら一番になりますか。もう、なんか強い人ととにかく戦う、戦闘強化。あー、なんかある。僕、これからに向けて何やっといた方がいいのかってありますか。いや、もうずっと中立。無茶な命令をしてほしいんですよ、うん、あ、無茶でいいんですか。究極のイエスマンなんだ。あ、なるほどな。めちゃな、だからそれ、真央さんの成長は泉くんの命令次第によって変わってくる。あ、俺な、真央かわいそうやからちょっと抑えとって。あ、解放した方がいい。普通ね、抑えとって。なんかいじめてるとか、なんか難しくて、なかなか今日から厳しくいきます。はい、例えば47都道府県の卓球場で一人で行ってきて、神様すぎる、戦って動画撮ってこいって、それを一個一個やるんです。じゃあ僕一つ、はい、まくらなくなさいよ。いや、はい、ボブリンズが解散するなって。あ、なるほどな。そうか、そうか、そうか。いや、何を注意してた。あ、確かに僕ら解散しますから、みんなで出産を守ること。守れ、これは。ありがたい。守って、出産が例えばなんか病気になったとか、そうやったらもう終わり。あ、そうや、確かに。そうや、もうだからすごいみんなでついていってる。いや、そうそうそう、もっと守っておく。めっちゃ守らん、すごいないで、俺からしたら。バンド関係でちょっと知ってる人いるんですけど、はい、まあ、まあ、これちょっとカットして、はい、え、僕好き嫌いで寂しいんですけど、いいですかね。いや、もう好きな人とだけでいい。あ、嫌いな人はもういらない、いらないというか、まあ、言うか弱い人は嫌い。全部それどう回っても全部それ。嫌いイコール弱い、ね、弱いっていうのは卓球だけじゃないですよね。まあ人間的にも、あ、能力めっちゃ分かるっすか、それ。相当分かる。たまにそういう人ってこういじめたくなっちゃうんですけど、そういうのは良くないですか。それはもう、まあもうしゃーなんですよ。もうこれストレス解消なんですよ。ヤオがちょっとむちゃくちゃしていた方が、あー、ちょっと分かるわ。それあるもん、それ。それはもうしゃーなんです。まあでも、この、俺らこれ出してもらってるけどさ、視聴者の人がやっぱり、そう見えるんよな、多分。あ、そうかもしれない。みんな当てはまると思う。でもなんか、倒しに来いよ。え、ああ、このチームを。ああ。で、ね、最初に出てんのか、この3人。おお、倒したら。まあ、結構だわ。結構だわ。次にですからね。ここを倒したんじゃ、ここが出てくる。ああ、なるほどな。頑張れよ、鉄砲だ。生きるエネルギーはすごいなと思って。ヤンマさんはそのなんかちょうど真ん中にいる人です。みんなのなんか最後のなんか砦みたいな。ヤマロクロやヤマロクロ、あんま嬉しない。ちょうど真ん中にいる人です。ここのヤンマさんが行ったらみんなご飯が美味しく食べれるみたいな。それ見た目でしょ。でもそのやり方でやったら、あの言ったらガオとはやり方が違う。ああ、なるほど。ガオと時というぐらい違う。そうですね、不動だとしたら。ああ、そうか。僕もそうか。あ、ほんまやわ。これ今ちょっとピンってきたわ。まあ、だからちょっとそこは、ここはもし子供教室やったとしても、なんか別に平和なんか嫌いなんですよ。ああ、そうかもしれない。もっともう、厳しくやろうね。しばきた。今日ずっとそれですね。あ、でもここまで振り切ってる
のが個性なんで。あ、そうなんです、確かに。振り切ってるんですか。もっと振り切った方がいい。もっとっすか。もっといけるっすか。怖い人っていう方がいい。あ、いいですね。あ、じゃあ合ってんねや、高校生は。確かに。もう優しい人ではない。ああ。もっと言っていいっすね、じゃあ僕。あ、もっと、もっと。え、僕心強いですか。結構強いんですけど。あ、メンタル的に大丈夫。みんながいたらです。あ、みんながおったら心強い。そう。だから、こソロでやる方じゃないですか。あ、みんながおるから、じゃあ、やるか。あ、でもそうかもな。え、一人では生きていけないですね。そ、まあ、まあ、本音の本音は寂しがり屋ですね。そうめっちゃ自分の家庭以外に家族を持ちたい。お、家庭以外、家庭以外、まあ、いったらこういうゴブリンファミリー。ああ、なるほどね。ファミリー持ってたら強いですか。 それが、そうそう、もちろん上下関係。ああ、なるほど。ってことは俺にやらなきゃなかんことっていうのは、これからまた私強いやつを集めてくれるってことね。とあとお金を集めて、お金を集めて、お金を集めて、ありがとうございます今日。あ、いえいえ、ありがとうございます。こうやって分かるからな。確かに。ツイッターでじゃ分からん部分もあるやんか。実際にこう受けに来てもらったりとか、ちょっとなんか情報分からんねんけど、頑張ってしたことやっとくわ。はい。これ以外の方法はないですか。手相、まあ、手相いけるんですか。手相全然。どっちですか。ちょっとまあ、こんなんね。俺がきっかけで手を切って、手を切って、うめえなんてやめねやばいね。やばいっすか。まあ、普通そうでもないっすか。やることがたくさんありすぎて、なんかそれがちょっと面倒くさい。なんか3つか4つぐらいやってて、本当は1個だけをやりたいけど、なんかその3つ4つがなんかもうちょっと、もっとなんかたった1個のことはなんか欲しくないかなって、なんかいつも考える。正解。え、でもその好きなんですよ。わかりました。先生、あのね、いっぱいその3つ4つあったんですが、もっと増やしたくて、で、好きなんですよ。だから貧乏、暇なしみたいなのが好きなんですよ、僕も。やめさせて、もっといいネタがあったら、そればっかりやってます。3つ4つは1個だから。もっとぶっ飛んでるものが欲しい。大きいやつが欲しい。トレジャーハンターってなるかな。でかすぎて、俺も分からん。気も分からんから。チームやったり、選手やったり、なんじゃなくて、お金やったり、なんか分からん。じゃあ、ちょっとやってもらえばいいっすか。ロックは、はい、いいっすね。なんか、オリジナルでやるときに。あー、オリジナル。オリジナルっていうか、はい。基本はない。基本はない。多いわけだ。でも、全部でも前に残っていってるっていうのを、はい。もしやるとしたら、どうしたの？カードとしたら限らない。バレへんことないですよ。力技っていうのがすごい考えに反応してやるのかな。頭脳派なんだ。これがまっすぐ覚えてもいいですか。カード極めた方がいいですか。カード極めた。ああ、じゃあもう今のままで極めるって。もっとそのカードの、僕はあんまり分かんないですけど、はい、線型の見本になる人があるみたいな。ああ、はい。それを見たら、ポッと立ってみる。で、それを結構自己流で、はい、なんかずっとやってはって、で、それがずっと悩んでます。でも、考えてはることは、さっきのことしか考えてないです。あ、何やろ、クリームパンやあー、すごい。優しいな。休みたいとか、疲労が溜まってるって言うんですよ。嫌だって。あ、
愛が欲しいとか、もっとその仕事欲しいな、仕事が安定した仕事とお金が欲しいですね。ああ、やっぱそういう感じで、戦うとかっていうよりかは戦うための基盤を今揃えてる感じですね。そしたらもっと集中できるけど、何か、まあ、言ったらお腹空いてるから戦えないみたいな。うん。その例えば。すごい迷ってますよ、ね。ああ。迷ってる。でも奥さんとか結婚してはったら、そこがもう一番のまず心の支えです、ね。ラスト。ああ。これ終わった。いやー、どういうこと考えてない。そういうのなんかじっと見るのが好きですね。そうですね。もうなんかそういう結構勉強家です、ね。そうですね。やっぱ指令がないと。指令がなかった感じ。めっちゃ健康です、ね。めっちゃ健康で、なんか充実してます、ね。健康。健康。いやでも健康なんか一番大事です。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっと活かしてね。はい。やっていこう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。